なんで付き合ってないのこれは。なんとかフレンドみたいな感じ。え、違うんじゃないの。いや、だってえテーマパークとかも行ってるわけでしょ一緒に。そう、ディズニー、ディズニーとかも行ったりとか。それだけの関係ではないですね、はい、体だけの関係じゃない。そうそう、ね、彼の家行ったことあります。彼の家にも行ったことありますし、来たこともあります。あれ、それって危ない、よかった、既婚者かと思って、ね、そうそう、一番そこが心配だったのよ私たちは。なんかさ、聞いちゃダメなのこういう場合。いや、付き合ってるのって。でももう付き合ってるって思ってるかもよ向こうは、うん、何回か言おうかなってこう聞いてみようかなって思ったんですけど、うん、なんかなかなか自分でその言葉が出てこなくて。関係が壊れるのが怖いっていうことね。そうですね、なんかそうじゃないよとか、なんか自分のなんか勘違いとかで、なんか勘違いとかなくない？だって旅行もしてんでしょ。